皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習の歴史第7回は鎌倉から室町へと、鎌倉時代から室町時代に移る、この部分の復習をしていきます。この動画では覚えると同時にアウトプットもしていきます。アウトプットをすることによってこの記憶に残りやすくするんですね。こういう練習をして学習を進めていきます。今回は攻め寄せる元軍、建武の新政、室町幕府、攻め寄せる元軍、建武の新政、室町幕府、この3つの項目を中心に学習を進めます。では始めます。アジアではチンギスハンがモンゴル帝国という巨大な国を作りました。このモンゴル帝国の国の名前、国号を元と変えたのは孫にあたるフビライハンでした。チンギスハンが作った国は何ですか？モンゴル帝国。モンゴル帝国を築いた人は誰ですか？チンギスハン。国の名前を元と書いたのはフビライハンと。このようにアウトプットをしていきます。では次に移ります。攻め寄せる元軍に入ります。元は、これ日本を従わせるために2度にわたって日本を攻めました。このことを元寇と言います。従わせるというのは日本を元の家来の国にするためにということですね。この元寇については、テストでこの戦いのね、絵がよく出ます。教科書にも載っています。確認してください。どういうことが絵からわかるかというと、元軍は集団。それに対して日本の御家人は個人。つまり、集団対個人の戦いになっていると。それから、元は弓が短いんですね。日本の御家人の弓は長いんですね。長い。元は短いとなぜ有利かというと、矢を射るのにすぐにね、短い時間にたくさんの矢を射ることができると。それから鉄竿というね、火器を使っていました。この丸いボールみたいなもので、これバーンって外れるんですよ。するとこの外れた音に驚いて馬が暴れると、と乗っていた御家人が下に落ちて、そこを元が集団でブッと攻めると、こんな戦い方、これをしていたのが分かるんですね、絵を見ると。皆さんチェックしておいてくださいね。で、幕府はこの元との戦いで活躍した御家人に対して恩賞を与えることができませんでした。当時の恩賞といえば土地ですよね。土地はなぜね、与えることができたかというと、国内では戦って負けた者から土地を取り上げて活躍した人に分けたと。こういうことなんですけど、元って大陸から船で海を渡ってきたんでしょ。土地なんか持っていませんよね。ですから、恩賞を与えることができなかったんですね。でも御家人たちは武器とか食料って全部自分持ちだったんですよ。で、幕府は何もこう助けてくれないと、全て自分持ちでお金使っちゃうんです。貧乏になっちゃいますよね。自分の土地を売ったりとか、質に入れたりしてお金を借りたりと、そんなことをして戦ったんですけれど、全然幕府の方から恩賞がもらえない。こういうことで生活が苦しくなった御家人と。それから北条氏って執権で権力を独占していますよね。それをよく思わない御家人が増えていって、幕府に不満を持つ武士たちがどん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 増えていきました。そんな時、後醍醐天皇、今こそ幕府を倒す時が来た、こう思ったんですね。後醍醐天皇は楠木正成とか有力な御家人の足利尊氏、この人たちを味方にして1333年に鎌倉幕府を倒しました。で、鎌倉幕府を倒した時の主な人物はといったら、この赤丸で囲んでいる後醍醐天皇と足利尊氏、この2人だけは絶対に覚えてください。鎌倉幕府を倒した時の主な人物は誰ですか？後醍醐天皇と足利尊氏、こう口からスラッと出てくるように覚えちゃってくださいね。この後醍醐天皇、1334年に建武の新政という新しい政治を始めました。ね、建武の新政をしたのは誰ですか？後醍醐天皇。後醍醐天皇が始めた新しい政治は何ですか？建武の新政と。でもこの建武の新政というのはね、短期間で失敗しちゃいます。その理由はというと、公家、これ貴族の子ですね、いや一部の御家人だけを重んじる、優遇する政治だった。このために不満を持つ武士が増えて、足利尊氏は朝廷に対して兵を挙げます、ね、つまり後醍醐天皇に対して兵を挙げたと。
戦いを挑んだということです。そうすると後醍醐天皇は奈良の吉野というところに逃げて、そこで南朝という朝廷を建てます。これに対して足利尊氏は京都に北朝という朝廷を建てます。でこの2つの朝廷が争ったこと、これを南北朝の内乱と言います。いいでしょうか、ね、建武の新政短期間で失敗したのはと、公家や一部の御家人だけを優遇する政治だったから、他の武士たちが不満を持ったから。南北朝の内乱とは何ですかと、後醍醐天皇の南朝と足利尊氏の北朝が争ったこと、これを南北朝の内乱というと、こういうことですね。で室町幕府に移っていくと、1338年ですか、足利尊氏は征夷大将軍になって京都に幕府を開きました。これが室町幕府なんですよね。でも実際には三代目の将軍の足利義満、この人が室町にね、最初にあった場所から室町に幕府を移した、だから室町幕府と呼ばれるようになったんですけれど、でも室町幕府を開いた人は誰ですかと聞かれたら、足利尊氏とテストではこう答えてください。で三代将軍の三代目の将軍の足利義満、この人は南北朝の合一を果たしました。南北朝を合一したということは、これ南朝と北朝に分かれていた朝廷を一つにしたと、一つにまとめたと、南北朝の合一を果たした。これで南北朝の内乱が収まったわけです。で南北朝の合一を果たした人は誰ですか、足利義満と、こういうことです。で室町幕府では将軍の補佐役、鎌倉幕府の時と比べてテストに出ることがあります。ではこの補佐役どんなふうに違うかというと、鎌倉幕府では執権というのが将軍の補佐役でしたね。これ北条氏が独占していました。でも室町幕府ではこう慣例というのが将軍の補佐役です。この慣例というのは有力な守護大名は交代でなっていたんですね。こっちは独占したのに対して、こっちでは、ね、守護大名は交代でやっていた、こういう違いがあるので、この部分もチェックしておきましょうと。でこの足利義満という人は明と貿易を行いました。これは勘合貿易、こう呼ばれます。なぜかというと、倭寇と正式な貿易船、これを区別するために勘合という相札が使われていたからです。で倭寇は何かというと、中国沿岸や朝鮮半島で暴れていた海賊のことです。この時代は日本人が多かったそうです。でも時代が経つにつれて、この倭寇、中国人が多くなっていったそうです。でもこの部分はね、テストに出ないので心配しないでください。倭寇とは何ですかと、中国沿岸や、ね、朝鮮半島で暴れていた海賊のことと。なぜ勘合貿易と言ったんですか、倭寇と正式な貿易船を区別するために勘合という相札を使っていたから、こういうことですね。では今度は最初からもう一度復習していきましょうと。チンギスハンが作った国は何ですか、モンゴル帝国。モンゴル帝国を作ったのはチンギスハン。この国の名前を元と書いたのはフビライハン。元寇って何ですか、元が2度にわたって日本に攻めてきたことと、こう答えてくださいね。元が2度にわたって日本に攻めてきたことを何て言いますか、元寇と。鎌倉幕府を倒した時の主な人物を2人挙げてください、後醍醐天皇と足利尊氏と。後醍醐天皇が始めた新しい政治を何て言いますか、建武の新政。建武の新政を始めた人は誰ですか、後醍醐天皇と。建武の新政は短い間で失敗しました、これはなぜですかと。公家や一部の御家人だけを重んじる政治だったから不満を持つ武士が増えたため。南北朝の内乱とは何ですかと。後醍醐天皇の南朝と尊氏の北朝が争ったことと、南北朝の内乱ですね。南朝と北朝が争ったことを何て言いますか、南北朝の内乱と、こういう出方をするかもしれませんと。足利尊氏が開いた幕府を何て言いますか、これが室町幕府ですね。室町幕府を開いた人は誰ですか、足利尊氏と。で南北朝の合一を果たした将軍は誰ですか、足利義満と。将軍の補佐役、室町幕府の将軍の補佐役は何て言いますか、慣例と。慣例というのは何ですか、室町幕府で将軍の補佐をした役職と。
官能貿易、官能貿易についてですね、なぜ官能貿易と日民貿易は官能貿易と呼ばれましたか。倭寇と正式な貿易船を区別するために官能という合札を使ったから。倭寇って何ですか。中国沿岸や朝鮮半島で暴れ回っていた海賊のことと。このように自分で質問をして答えもスラッと口から出てくる。こういう練習をしていくと学習した内容が頭に定着していきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。この動画役に立ったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。